い、どうも、りゅうけんです。ルミネス、二人合わせて。素晴らしい、ダブラーです。お願いします。はい。ということで、本日は、こちら、信州の日本酒3種類、飲み比べしたいと思いまーす。飲み比べすごいね。すごいね。3種類もですよ。じゃあ、右側から、南信州産高根錦 100% の菊水、純米酒。うん。真ん中、純米酒岩波と、純米酒の菊秀。3種類ありますので、はい、まあ、これね、グラス用意したので飲み比べるためにちょっとずつね、ついで飲んでいこうと思います、うんうん、はい。いや、ぶっちゃけマジ俺日本酒ほとんど飲んだことがない。まあね、そうだよね。そう、私はね、今回全部冷やに、キンキンに冷やしてありますので、うん、はいはい、よいしょ、全然かない。おりゃー、あぶねー。おー、大丈夫ですか。菊水ケンさん、そんな飲めるかな。飲めないかもね。飲めないと思うんだよな。選びましたので、はい、早速飲み比べましょう。よし。よし。じゃあ私菊水から飲もう。いただきます。あ、甘い。飲みやすいな。甘めだね。うん、甘い。うん。で、まあ、岩波かな。はい。岩波。あ、菊水よりふわっとくるかも。うん。うん。なんかくるね。ちょっとふわってくる。ふわっと。ちょっとね。ちょっとね。で、最後こちらは菊秀。菊秀。ああ、ああ、ちょっと癖あるな、比べると。なるほど。これ全部飲まない方がいいね、ついだけどさ、うん、飲んじゃダメだよ。どうですか。うん、個人的に、はい、これは美味しいなって思うのは、うん、菊水だよね。菊水です。ですよね。多分ね、飲みやすいんだよ。あれ、比べるから分かるね。でもこの子ちょっと癖あるかなって感じはある。癖強っ。ヒデはね、ちょっとね、ちょっとね、おってくるね、かかってくるね。ちょっと癖が強い感じがしますね、うん、私もちょっとおってなるね。これね、やっぱ全然違いますね、同じ長野県のお米の、うん、じゃあ今回おつまみがね、モッツァレラ塩昆布和えとで、キュウリの、汁出し的です。はい、キュウリ、うまっ、うまっ。あ、でもおつみとだったら菊井で割とね、いけるかも。ほんと、うん、やっぱ当てがないと。当てがないとね。これね、今回こちら用意ご用意しました。うわ、じゃん。房総半島で獲れたクジラの、ヤマトニっていうのかな、です。これちょっとクジラ缶開けてみたいと思います。はい。土クジラ肉をポショイと砂糖と玉ねぎと等々で煮たやつ。へえ。ちょっと気になったんでね、開けちゃいましょうか。開けよう。おお、あ、これ温めても美味しいかもな。こんな感じでクジラが入ってます。うん、クジラ肉入れます。なんだろうこれね。なんか鹿、イノシシと並んでくるね。なんかでもね、お魚味はちょっとあるよね、やっぱね、うん、クジラってね。温めても美味しい、ね。まあ佃煮感の。佃煮感ね。あ、うめね。うまい。あなたはあんまり日本酒を飲まないように。はい。はい。飲み比べた結果、菊水が好きで終わったもんね。めちゃめちゃ短いやんけ。短いな。ほぼ短いじゃん。短いな、もうちょっと語れないのか。俺好きな日本酒は、うん、ミオですよ。ミオね。アルコール度数 5% ぐらいらしいよ、あれ。今回度数ね、15% なんで、なかなかに。なかなかです、うん。なかなかなんで気をつけてくださいね。うん、菊井でやっぱね、当てがあれば全然いけるわ。マジ？うん、だけで飲むのはちょっと辛いかも。菊姫、美味しいな。菊姫で、いや、じゃあ菊水。あ、菊水名前すらこれ菊水、多分菊水だってると思うけどね、読み方。どうした、何も語ることがない。痛い。こんな人が痛い。まだこんな痛いんですよ、この人。激痛と襲われて。こっち側動画でも言うと思うんだけど、こう下のね、ここにできてんだって、側面ね。で、舌ってさ、筋肉だしね、絶対動かすよ、食べるんじゃ、何にせよさ、めっちゃ痛いよね。なんでそこにできて、噛んだわけじゃないでしょ、そんなところ。噛めないでしょ。栄養かな。栄養と寝不足ですか。栄養はだってね、ラーメン食べて、おやつ食べて、ラーメン食べて、おやつ食べて、おやつ食べて、おやつ食べてみたいなね。炭水化物マンみたいな。ねえ、ね、じゃないよ。睡眠不足はね、やっぱね、夜遊びたくなっちゃうんだよね。わかるわ。夜ついゲームしたくなるとね、1時間、2時間じゃ終わんないんだ。ああ、痛い。
もう喋りもきついし、うん、もうやめな、アルコール消毒どころじゃないからやめな。もうこれはね、あの今日あの飲み比べますって言って、もしあのね、ダブラーの皆さんもしかしたらこれ全部飲んでくれるのかって期待してる人もいるかもしれないんですけど、さすがにね、あのもしリュウケンが日本酒そんなに飲めないし、私がこれ全部飲んだらリュウケンにめっちゃ怒られるので、うん、ダメですこれは美味しくちょっとずついただくんで、はい、まあ、飲み比べた結果ダブラー的にはキクスイが一応飲みやすい、まあ、飲みやすい、確かに飲みやすい。これあの3種のセットでなんかねあるらしいです、箱に入って。うーん、でこのぐらいの量だから 300ml とか、ちょっと 300ml なんで、うん、いいですね。もしね、あの見かけた方にちょっとね、あこの銘柄と思ったらちょっと飲んでみたらいいんじゃないかと思います。はい、ストレートって意外とうまいんだな。うまい食べてねもうね、痛すぎて痛いやずっと顔がこんな別になんか、うん、あの機嫌が悪いわけでもなくてただただ口内炎がとても痛い。味がとかじゃなくて口内炎ってさ、でき始めてさ、ちょっとプチッとなって、あ、でき始めたなって思うじゃん。悪化したのかなって、悪化し始めるじゃん。で、ピークがあるじゃん。そのピークが、まあ、7日間とか、まあ、1週間近く続いて、その時一番痛いんだよね、締めるし、痛いしさ。今ピークピークでもね、動画撮んなきゃいけないんですよ。そうなんです撮らなきゃいけないんですよ。すいませんね、私もこう痛いし、いい、でもここね、リフルですから、ね、そうそう痛いっすね。唇はまださ、避けるし、舌が動けばいい。そう、舌にできてると喋れないじゃん。どう上がってもね、うん、無理なのよ。黙ってていいよ。舌引っこ抜くしかねえわ。舌引っこ抜かなくていいよ。ルミはさ、日本酒さ、うん、いつから好きなの？てかなんかきっかけとか。いや、きっかけはやっぱりほら20歳過ぎてさ、お酒飲めるぜウェーってなった時にさ、やっぱ背伸びしていろんなもの飲みたくなるじゃん、うんうん、なんか結構もう20歳過ぎてすぐに飲んでみた感じだったかも。へえ。あとはなんか若干無理して飲んじゃう時もあってさ、まあそうだよね、向こう、まあ見えじゃないけどね、そうそうそう、なんか付き合いでさ、うん、付き合いとか、ね、向こうが飲んでたらやっぱ私も飲みたいみたいなさ、飲めるようになりたいみたいになって、このあと何、母がね、熱燗大好きなの。うん、そうだよね。とまあ、冷やは足に来るんだってっていうか、私冷や派なんだけどね。だね、これはね、日本酒ね、やっぱりその匂いがさ、そのクワーの方のうわって、結構そう子供の頃からさ、うん、さ大人たちが飲むじゃん、熱燗、ね、うん、まあ、日本酒で、それの匂いでやっぱりうわ酒って感じのイメージが強くて、わかる。結構二十歳になってから飲んでみようと思って飲むんだけど、クワッとくる感じだったから、うわちょっと無理かもって。あのクワが美味しいんだけどね。そっから多分日本酒ちょっとね、あの離れてて、うん、だからね、日本酒だけちょっとやっぱね苦手意識だったんだよね。なんかさ、度数的にはさ、ラムの方がさ、やっぱ高いじゃないですか。なんで割るじゃん。まあ、あのでもストレートで飲んだ時も、うん、来る感じがちょっと違うんだよね。なんか酒感のさ、クワとさ、この米麹とかのさ、うん、その日本酒の味ってのあるじゃん。多分ちょっと違うよね。ちょっと違うね。うん、最近は本当にね、日本酒もね、ちょこちょこね、うん、あの味はなんか飲んで、前だったら、あ、無理ってなったんだけど、最近はね、それこそまあ、菊水、うん、美味しいなって言ってるぐらいだけど、そう、純米で人参とかだったら結構飲みやすいんじゃないですか、うん、水のように飲めると思います。美味しいです。水のように飲めるシリーズ好きなんで変にね、酔っちゃうからね、うん、量はね、飲まないですけど、やめた方がいいですね。いいですね、はい、私は今、龍拳の6倍以上の量を短時間飲みます。さあ、30分経ってないです。危険です。美味しいね。今日この後も寝るだけじゃないもん。寝るだけにねあれなんだって、人間って別に酒に強くなるわけじゃなくて、酒でまあほら、毒まで言わないけどさ、結構なんか異物感あるじゃん、まあ、その体にとってさ、うん、だからアルコール苦手って思うじゃん、脳みそが、あかんよって。それがだんだん麻痺しちゃうんだって、うんうん、だからどんどん飲めるようになっちゃうんだって。危ないよねって、そう聞くとね、本当に危険だ。強くなったわ、じゃあ強くなってないの、麻痺してるから飲めるようになっただけなの。肉体的には弱くなってる、うん、まあ、取っても大丈夫になってるけど、多分体にダメージあるんだよ。そうだ、まあお酒も何事、お酒だけじゃないんだけどさ、何事もほどほどにね、ってもですよ。あと、あの20歳になってからです、お酒は。あ、そうですね、はい、体がちゃんと出来上がってから、はい、20歳になってから飲んでください。出来上がる前に飲んじゃダメです。ダメです。はい、捕まります。はいはいではこの辺で、いいですか、縁も竹縄ですが縁も竹縄ですが、つまみを食い尽くしましたので、私は、はい、私はこれはこの後のつまみにしたいと思います。はい、あのコーラですかね。コーラですか、はい、私はこれ以上飲んだらあの慣れなの で、 危ないんで、ね、これは後日美味しくスタッフでいただこうと思います。はい、ということで今回ははい、新州の日本酒3種類、うん、飲み比べしましたので、もし見かけたら皆さんもぜひお手に取って飲んでみてください。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。はい、チャンネル登録者1000人目指してます。応援よろしくお願いします。動画毎日夜8時に更新しますので見てね。それではまた次回動画でお会いしましょう。リュウケンとルミでした。お疲れ様です。1
1月は正月で酒が飲めるぞ。飲めるぞ。酒が飲めるぞ。2月は誕生日、酒が飲めるぞ。飲んべ。酒が飲めるぞ。